犬飼岳氏、犬飼岳氏、犬飼津八1855年6月4日、安政2年4月20日から1932年、昭和7年5月15日は、日本の政治家。一回は、正二位。君党は、君一党。通称は、千次郎。郷は牧童、牧道、古縁。中国新歩党代表者。立憲国民党総理、革新クラブ代表者。 立憲政友会総裁、第6代、文部大臣、第13.31代、低信大臣、第27.29代、内閣総理大臣、第29代、外務大臣、第45代、内務大臣、第50代などを歴任した。安政2年4月20日、1855年6月4日、立中国海洋軍川入村、現、岡山県岡山市北区。 川乳で王将や軍部業を務めた犬飼左衛門の次男として生まれる、後に犬飼と改正。父は水草と称した備中松山藩一択らし分家の庭瀬藩合氏である。もともと犬飼家は庭瀬藩から苗字立て分けを許される価格であったが、岳氏が2歳の時に父がこれらで休死する不幸に見舞われたため、生活はかなり苦しかったという。 同伴の形成学者楠の木のうつの下で官跡を収めた後、1876年、明治9年に上京して、慶応義塾に入学し、一時とも、官義塾、渡辺孝喜と浜尾新主催の塾に通い、また、漢学塾、二小学籍では、三島中秋に官学を学んだ。慶応義塾在学中に、郵便放置新聞、後の放置新聞の記者として、 西南戦争に従軍した抜刀隊が母親のあだ。と叫びながら突撃した事実、一説には犬飼の取材によるものとも言われている。1880年、明治13年、藤田も吉と共に、慶応義塾卒業前に、栗本常運、郵便放置新聞社主筆に誘われて、記者となる。明治10年代初め頃に、豊川良平と東会社を起こし、 東海経済新報の中心として保護主義経済、保護貿易を表明している田口幸きらの東京経済雑誌は自由主義を表明し論戦となった。統計委員権少書期間を経て1882年明治16年大隈重信が結成した立憲会新党に入党し大道団結運動などで活躍する。また大隈のブレーンとして 東京専門学校の第1回議員にも選出されている。日本及び日本人などで軍罰、財閥批判を展開した。1890年、明治23年の第1回衆議院議員総選挙で当選し、以後42年間で18回連続当選という、尾崎幸雄に次ぐ記録を打ち立てる。後に中国地方出身議員と共に、 中国新保党を結成する。ただし、立憲改新党とは、統一会派を組んでいたが、新保党、憲政本党の結成に、参加。1898年、明治31年の第一次、大熊内閣では、今日は、園事件で辞任した、尾崎の後を受けて、文部大臣となった。1913年、大正2年の第一次運動の際は、第次。 桂内閣だとに一役会、尾崎幸夫、学道と共に、県政の神様と呼ばれた。しかし、当時所属していた立憲国民党は、首相、桂太郎の切り崩し工作により、大幅に勢力をそがれ、以後犬会は新産を舐めながら小政党を率いることとなった立憲国民党は、その後、革新クラブとなる。犬会は、政治以外にも、 神戸中華道文学校や横浜山手中華学校の名誉校長を務めるなどしていた。この頃、東亜道文会に所属した犬会は、真の名優である右翼の巨頭、東山光と共に、世界的なアジア技功労者となっており、ガンジー、ネルー、タゴール、孫文らと並び称される存在であった。1907年、明治40年から東山光と共に、 中国万有の都につく。1911年、明治44年に、孫文らの信頼革命援助のため、中国に渡り、亡命中の孫文を荒尾にあった、宮崎当店の成果にかくまう。書や監視にも引いてており、書道家としても優れた作品を残している。監視人の井戸霊山は、牧道雑誌に掲載された記事で、犬飼いの手紙を、まず上手と称している。犬は、 第二次、山本内閣で、文章検定審大臣を務めた後、第二次五権運動の結果成立した、加藤孔明内閣、五権三派内閣においても定審省を務めた。しかし犬飼は、ほどなくして、小政党を率いることに限界を感じて、革新クラブを立憲政友会に吸収させ、自身も政界から引退し、富士見高原の山荘に引きこもった。しかし世間は、 犬飼の引退を許さず、岡山の支持者たちは勝手に犬飼を立候補させ、衆議院選挙で当選させ続けた。さらに、政優会総裁の田中義一が没すると、後継総裁をめぐって、鈴木喜三郎と常並武次郎が激しく争い、党分裂の恐れが出た。党内の優和派が、引退状態の犬飼担ぎ出しに動き、嫌がる犬飼を強引に説得した。 1929年、昭和4年10月、犬飼は大政党、立憲声優会の総裁に選ばれた。同12月8日、日光東照宮の板垣大助造根流の時には、除幕式で、東山光と共に祝辞を述べている。日光の板垣造根流も参照。1930年、昭和6年、浜口内閣が進めるロンドン海軍軍縮条約に、 反対して、鳩山一郎と共に、東水圏の甲板であると政府を攻撃した。犬飼のこの行動は、東水圏が政治的手段になることを軍部に教えた形となり、日本の民主主義と政党政治が衰退する要因となった。当時の東京朝日新聞は、東水圏を政治利用した犬飼らを非難しており、集大さした、政友会は聖堂に帰れという記事を書いている。 なお、この時に犬飼と共に党帥権問題を起こした、鳩山一郎は、軍部を対等させた人物として戦後、GHQ により公職追放された。同年に勃発した満州事変をめぐって、第二次、若月内閣は、閣内不統一に陥り、総辞職した。この頃、内閣が行き詰まって、政権を投げ出した場合は、野党第一党に政権を譲るという、 県政の上道のルールが確立されていた上、元老、西恩寺金持ちは犬飼が満州事変を中華民国との話し合い解決したいとの意欲を持つことを評価して昭和天皇に野党、声優会総裁の犬飼を推薦したのである。この時、犬飼は数え年で77歳であった。新聞は白髪を黒く染めて戦った、厳平合戦の老武城。 斉藤さねもりになぞらえ、昭和のさねもりと書いた。犬会は組閣の対面が下ると、直ちに解散、総選挙を断行し、声優会の議席を大きく伸ばした。これによりまず国民の支持を取り付けた上で、高橋惚歴を増床に起用して、経済不況の打開に取り組む。高橋は、金融出再禁止と打艦停止を断行、同時に、積極財政へと転換を図った。 これにより、日本経済は、世界恐慌から最速で脱出した。しかし、もう一つの課題の満州事変の処理は難物だった。犬飼は、満州国の承認を迫る軍部の要求を拒否し、中国国民党との間の独自のパイプを使って、外交交渉で解決しようとした。犬飼の解決案は、満州国の形式的領有権は中国にあることを認めつつ、 実質的には満州国を日本の経済的支配下に置くというものだった。かねて支援していた元記者の茅野長近を上海に送り国民党幹部と非公式の接衝に当たらせた。しかし、茅野からの電報は内閣初期官長であった森務に握りつぶされた。森はかつて三井物産の社員として中国で働き、 孫文の革命運動を支援したこともある人物であったが、政入りしてからは中国に対して強硬的な姿勢となり、弱腰とも取れる犬飼内閣の外交姿勢に不満を持っていた。そのため、森は辞表を提出していたが、犬飼は最後まで受理しなかった。その後、交渉は行き詰まり、犬飼の満州支配構想は頓挫することとなった。犬飼は、 軍部主導の満州国の承認には消極的であったが、その一方で交際による膨大な軍事費を支出していた。この軍部拡張が関東軍の大陸作戦に貢献したことから陸軍との関係はそれほど悪くなかった。ただし一部の青年将校の振る舞いには深い憂慮を抱いており、陸軍の長老、上原優作元帥に手紙を書き、 この風潮を改められないかと訴えている。また天皇に上奏して、問題の青年将校ら三十人程度を面観させようと考えていた。犬飼はその考えを娘婿の外相、吉沢賢吉と森に喋ったため、森から連絡を受けた軍は統帥権を侵害するものと噴劇化。九百三十年、先の選挙に大敗北した犬飼を総裁とする立憲会は、 ロンドン軍縮条約を攻撃した。声優会総裁は、艦首の選択力量の決定は、作戦計画になり全く専門的知識を待つべき、ものである。こうして専門家の説を調するに、これでは、国防危険なりとの定論である。果たしてしからば国家暗記のかかるところで、真に憂慮に耐えぬのであると演説した。この、専門家の意見は、 軍令部の意見であった。この時、声遊会は、ロンドン軍縮条約に、不満の軍令部と通じて、宝部評会軍大臣を窮地に陥れて、浜口内閣を統括しようとしていた。声遊会のこの野心を見抜いていた、海軍軍令部長、加藤幹事大将、軍令部次長、末次信政の軍令部首脳は、声遊会を利用して、批准を遮ろうとした。 彼らは海軍軍縮会議からの脱退を目論んでいた。これに対し、浜口友好首相は軍部の効果を考慮して正面から対決せず、手続き論で乗り切ろうとした。しかし、議会のこの統帥権論議は人中精神にも得る海軍軍人に強い衝撃を与えた。その下地には、ワシントン軍縮条約など国内外による軍縮への反発があった。陸軍も、 また大正十四年、宇垣一世陸軍大臣、第一次、加藤孔明内閣の下で四個師団を廃止、2000人、あまりの将校が各種された苦い経験があったため、海軍の態度に同調した。上記のように、第五十八帝国議会の論争で、声優会は、軍部の主張を容認するかのような立場から、浜口内閣に揺さぶりをかけた。 政友会総裁は代表質問に立ち、軍令部が反対する兵力量では国民は安心できないと政府に詰め寄った。総務の鳩山一郎は政府が軍令部長の意見に反し、またはこれを無視して、海訓を決定したのは統帥圏看板の恐れがあると不を非難、追求した。日露戦争以来、軍部は統帥圏の独立を盾に、 議会の統制を極力無視し、軍の思うがままに国政を左右しようとする衝動を絶えず持っていた。大正時代の五権運動から政党政治家であった犬イらがこの軍の非立憲主義的衝動を知らないはずはなく兵力量の決定という最も重要な国務を内閣の諸官外であるかのように説いたのは政党政治家の自殺行為に等しいものだった。実際に 自らが首相になって軍縮をしようとした約2年後の1932年の5.15事件で統帥権独立を古豪する軍部によってその生命を断たれたのが自身だったのはあまりに無残な歴史の皮肉だった。この事件の背景は浜口内閣がロンドン海軍軍縮条約を締結したことにあった。その際に全権大使だったのが元総理の若月礼次郎である。 浜口内閣が崩壊すると、若月が再び総理となり、第二次若月内閣が誕生した。そのため、本来なら若月が暗殺対象であったが、その若月は内閣をまとめきれず一年足らずで総理を辞任してしまい、青年将校の怒りの矛先は若月ではなく政府そのものに向けられることになった。そもそも犬飼は軍縮条約に反対する軍部に同調して、 東水県甲板問題で浜口内閣を攻撃し、軍部に感謝されていた側の人間である。しかし、その政府の長に犬飼が就任したため、政府襲撃事件を計画していた青年将校の標的になってしまった。1932年、昭和7年5月15日はよく晴れた日曜日だった。犬飼は総理皇帝でくつろいだ休日を過ごしていた。夫人、 秘書官、護衛らも外出していた。犬飼は、往診に来た医者に、鼻の治療を受けていた。体には、何の異常もなく、犬飼は医者に、体中調べてどこも、異常なしだ。あと百年は生きられそうじゃわいと言っている。十七時三十分頃、警備も、手薄の中、海軍の青年将校と陸軍の士官候補生の、一団がピストルを振りかざして乱入してきた。 襲撃犯の一人である、三上拓は犬飼を発見すると即座に、ピストルの引き金を引きた。しかし、偶然にも弾が入っておらず、不発に終わり、その様子を見た犬飼は両手を上げて、有名な文句、話せばわかるお口にして、将校たちを応接室に案内した。応接官に着くと、靴ぐらい脱いだらどうだと述べ、彼らにタバコを勧めたが、三上は、 何か言い残すことはないかと返した。その言葉を聞いた犬飼いは何かを言おうとしたが、興奮状態にあった、山岸博が、問答無用、打ってと叫び、別動隊であった、黒岩勇が応接間に突入して、犬飼いを銃撃した。同時に、三上も発砲して弾丸は頭部に命中した。襲撃者たちは犬飼いに重傷を負わせるとすぐに、去っていった。女中たちが駆けつけると、 犬飼いは顔面に被弾し鼻から血を流しながらも意識ははっきりしており、すがりつく女中を制して今撃った男を連れて来い。よく話して聞かすからと述べたという。二十二時頃に大量の塗血をしたが驚く周囲に胃に溜まった血が出たのだよ。心配するなと逆に励ますほど元気だった。見舞いに来たけニーに九発って三発しか当たらぬとは。 軍はどういう訓練をしているのかと嘆いたという。しかしその後は、次第に衰弱し、23時26分に絶命した。昭和のサネ森の壮烈なしだった。去年78。事件後、森務が手引きしたのではないかとの噂が絶えなかった。総理官邸に駆けつけた森の態度がおかしかったとする、小島和夫の証言と、青年将校たちが、犬飼いの在宅を、 どうして知ったのかが、事件の取り調べでもはっきりしなかったため、森の手引き説が消えなかったのである。ただし、計画自体は一部の協力者、大川襲明を除けば、極秘で進められており、森は、愚か軍上総部も、情報をつかめておらず、中谷武史は計画立案者である、小賀清から、犯行日時は、海軍青年将校の間で、 自主的に決定した、結婚日時の決定には何らの命令も示唆も受けた、ことないとの証言を得ている。5月19日、犬飼いの葬儀が、総理官邸の大ホールでしめやかに取り行われた。たまたま来日中で官邸からほど近い帝国ホテルに滞在しており、事件当日には、犬飼いの息子である県と会食していた、喜劇王チーリー・チャップリンから寄せられた、遊国の大祭祥。 犬飼武士閣下の英民を包んで哀悼すとの、朝電に驚く参列者も多かった。墓所は、港区の青山霊園と岡山にある、犬飼から橋を発した、東水圏甲板問題も、去ることながら、犬飼の死と日本の対応も、日本の命運に、大きな後遺症を残し、その後、大正デモクラシーと呼ばれることになった、大正末期からの政党内閣が続いていた。 昭和史の分水嶺となった。事件の翌日に内閣は総辞職し、次の総理には軍人出身の斎藤峯が就任した。総選挙で第一党となった政党の党首を総理に押すという慣行が破られ、議会では声優会が大多数を占めているにもかかわらず、民政党寄りの内閣が成立した。大正末期から続いた政党内閣制は衰えが始まり、 軍人出身者が総理に就いたが、まだ議会は機能していた。しかし、これ以後は、最後の存命している元老の西恩寺金持ち、1940年没、や、重臣会議のおす総理候補に対面が降下し、いわゆる、巨国一致内閣が、敗戦まで続くことになった。この時期は武漢、または、軍部出身者が総理になることが多く、終戦までの文官の総理は、広田幸樹、 この F ・ミマロと平沼木一郎だけである。満州事変は斎藤内閣成立直後に締結された探空協定をもって終結を見た。この後、日本は中国進出を進めて国際的孤立の道を進んでいった。ただし、この時点では列強諸国とのぶつかり合いはまだない。さらに小解析ら国民党の実力者たちは事変後に至ってさえ、 満州情勢には静観の姿勢を示し、まずは共産党殲滅を優先している。事変を激しく批判したのは中国共産党である。5.15事件の犯人たちは、軍法会議にかけられた者の,の世論の満タン位の単眼で軽い刑で済み、数年後に全員が恩赦で釈放され、彼らは満州や中国北部で数様な地位に就いた。 現職総理を殺した反逆者や、それを焚きつけたテロリストらに死刑を適用しなかったことが、さらに大掛かりな2.26事件の原因となった。なお、5.15事件の海軍側軍法会議の、藩市長は、彼らを死刑にすれば彼らが、殉教者扱いされるから、死刑を出すのは良くないと思ったなどと軽い刑に処した、理由を語った。この事件の後、浜田国松。 斉藤隆夫などは、反軍政治を訴えたが、大抵の政治家は、反軍的な言動を差し控えるようになった。新聞社も、軍政志向への抑算記事を書くようになり、政治家は秘密の指定を買い求め、ついには、無産政党までが、ニクキブルジョワを人民と軍の統一戦線によって、打倒するなどと言い始めた。後の抑算選挙を非推薦で当選した、政治家たちは、 テロや暗殺にこそ合わなかったが、軍部から選挙妨害を受け、さらに大政翼参会に参加した諸政党からも言論弾圧を受けている。犬会には常に気与方変が付きまとった。第一回衆議院議員総選挙での当選以来、反発政治打倒の先頭に立っており、第一次五県運動では、小崎幸男と共に、県政の神様と呼ばれ、東京朝日新聞の記者だった。 中野聖号は、学道が雄弁は玉を万丈に転じ、牧道が演説は下世に将来を聞くと評した。犬会の演説は、理路整然としていて無駄がなく、聞く者の背筋が寒くなるような迫力があったという。その犬会が、一旦反発政権である、寺内内閣への内閣不信任案の共同提出を憲政会、桂に引き抜かれた元国民党議員が、 所属に対して呼びかけながら、不信任案反対派の声優会と、県政会の足の引きり、愛をひ肉くって、政権をめぐって、右往左をする、県政会の態度を切って捨てて、そのまま衆議院解散に持ち込み、総選挙では孤立した、県政会に大打撃を与えた上で、寺内正岳の要請を受けて寺内閣の臨時外交調査会に入ったため、たちまち、偏節官の悪魔を浴びた。 その後も山本昆明内閣や五県参拝による加藤孔明内閣にも閣内協力をした。犬飼は普通選挙の実現をはじめ経済的軍備論、南方進出論、産業立国論など独自の政策を温めていた。明治の政界で因然たる影響力を誇っていた山形有友が長野の政治家の中で自分のもとを訪れないのは東山光と 犬飼武士だけと語ったという話もある。同じように、反発支配に敵意を抱きながら、原高氏は山形に接近し、その力を利用して、自らの勢力拡大を図った。一方で、犬飼はその道をたどらず、ほとんど少数政党に身を置いて苦労を重ねた。犬飼は、毒舌でも、有名だった。親友の小島和は、 犬飼いの毒舌がやたらに性的を増やすのを見て、ご主人の出掛けに口をしめと必ず言ってくれと、夫人に頼んだほどである。これは、医師が強固で悪や卑劣を憎む犬飼いの性格から来る、ものからでもあったと思われる。私生活では全く無欲の人で、細かいことには無頓着だった。嫌いな食べ物が出ても、文句を言わず、着せられる着物を黙ってきていた。 議会事務局で働く少年が病気になると、自宅に引き取って学校に通わせるなど、困った人を見ると、援助の手を差し伸べずにはいられないところもあった。宮崎東天ら革命派の大陸浪人を援助し、宮崎に頼まれて、中国から亡命してきた、孫文や小介石、インドから亡命してきたらすびはり坊すらをかくまった、こともあった。宮崎は、当初、犬飼が、 大熊重信よりだったため警戒していたが、自宅で会ってみると、タバコ本片手にひょろひょろと出てきて、あぐらをかいて、タバコを吸い全く気取らない。宮崎は直感的に好きな人と判断したという。また以後は本因坊よしえと交友があり、後に日本委員は三段を追増した。1928年の御制限の訪日の際も援助を行った。 陸軍統制派の中心人物であった長田鉄山は5.15事件で重口を向けられながらも話せばわかると説いた犬飼いの態度を古今の名称にもまさるゆかしさを感じると称賛し犬飼いを射殺した犯人たちを批判しながら不穏な動きを見せていた一部の軍人の行動を言語道断と評したしかしその後まもなく相沢事件によって 長田本人も強靭に倒れ、2.26事件に繋がってゆく。満州事変をはじめとする日本の対応について、アメリカのニュースインタビューに応じた時の動画付き肉声が残っている。これ以外には肉声がないとされる。孫左衛門、室は、間野貞宗の娘、二郎左衛門中米玄左衛門当店、郊左衛門当県仙左衛門当足建造。 東吉現在門統制、千次郎武士。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。